子どもの健やかな成長を願う子安大祭が福岡県宇美町の宇美八幡宮で開かれました。宇美八幡宮には古いクスノキの御神木があり、安産育児の守護神、子安の狼と言われています。八幡宮では古くから2年に1度、4月中旬に子安大祭が開かれていましたが、コロナ禍の中断を経て6年ぶりに開催され、地元の子どもたちなどおよそ400人が参加しました。熱中症になりそうだよ。福岡では午前中に25度を超える夏日となった中、およそ1キロ離れた伊野神社へご神幸が行われました。そして平穏を願う浦安の舞が奉納され、参加者は子どもたちの健やかな成長を願っていました。